バート・ザッセンドルフは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンソベルク行政管区のゾースト軍に属す、町村である。バート・ザッセンドルフは、南のハールシュトラング及び、ザウアーラントと、北のミュンスターラントとの間の、ベェストファーレンボンチ南縁部ゾースト翼ヤの中心に、一致している。町内で、リッペ川北岸側の支流であるアーゼ川が流出する。 バート・ザッセンドルフは、北から時計回りにリップしタット、エルビッテ、アンデヒテ、バールシュタイン、メーネゼー、ゾースと、リッペタールと境を接している。バート・ザッセンドルフは12の地区で構成されている。バート・ザッセンドルフ、ベッティングハウゼン、ボイジングセン、エルフセン、エンケゼン・イムクライ、ヘッペン、ヘリングセン、ローネ、ノイエンゲセケ、オプミュンデン、オスティングハウゼン、 ベスラルンである。ゾーストよけや地域は8世紀までメロビング・フランク文化圏に属していた。この頃、北からリッペ川を渡って、ザクセン人がこの地域に侵入した。サセンドープイコール、ザクセンの村はおそらく、ザクセン人入植地を起源としている。ヘルベークソイの塩の産出に関する最初の記録は、10世紀のベルデン、ルール修道院の土地台帳である。 コルドバのカリフの外交施設イブラヒムイブン役部は973年の皇帝オットーに越見するための道中期にゾーストでの声援について記述している。ザッセンドルフの最初の文献記録は1169年と1179年、ケルン大司教フィリップ一世、フォン・ハインスベルクによるゾーストの聖バルブルギス、修道院への寄進状である。ここにはサパンドーフの 声援小屋という記述もあり、手住と声援のかなり古い証拠となっている。雑船ドルフの塩泉の利用と声援の権利は自由農民一族が有していた。声援は土地領主権に属さない自由な所有物であった。雑船ドルフはリースボルン修道院と世襲声援業者ヨハン及びリコルフフォン雑船ドルフ。 との論争に関する1231年の文書に記述されている。ケルン大司教ハインリヒ二世、フォンフィルネブルクの1313 13年4月18日付の文書によって、雑ンドルーフには、洗礼礼拝堂、教会墓地、学校が建設されていたことが証明されている。1370年頃雑ンドルーフでは、アルディレヒトデアフォンサセンドープという法が施行された。 同じ頃、シーギルームドミノラムサラネリアレムインサセンドープという文言の印象が用いられた。1817年頃の17通の養成所が雑船ドルフの塩泉が入浴、健康目的に活用されていたことを証明している。1836年頃には2500トンから4000トンの塩が生産されていた。1852年、製園所の敷地内に いくつかの木製の浴槽が設けられた。これが最初の温泉施設及び現在の当時場の原型となった。射伏法による声塩は岩塩採掘によりその重要性を失った。1934年に塩の生産はほとんど終了した。ただしいくつかの射伏釜は第二次世界大戦後の1952年まで稼働していた。 1877年から1928年までの間に5つの孤児院が設けられた。1906年5月10日、かつての声援の町はアルンソベルク行政官区長官によりバートの称号を授与された。バート・ザッセンドルフは1975年にドロユと塩泉の当事場として州の指定を受けた。ローネは中世の文書ではローあるいは ロインとも記述されており、ミニステリアーレのロン家の本拠地であった。ローネ城は、初めて文献に記述された時には、本領で家の所有となっていた。騎士のディートリヒホン本領では、1335年に、ケルン大司教を、バルラムに城を明け渡した。大司教は、マルク・ハク・エーバー・ハルト一世によって破壊されていた、この城を再興した。その後この城は、相続によって、 プレッテンベルク家の防流の所有となった。村は、ゾウスとのフェーデの間、ホーベシュタット城に陣取ったケルン大司教占領軍によって、しばしば激しい攻撃を受けた。シュマルカルデン戦争では、1547年に司令官アンドレアス・パッケモアによって焼き払われた。30年戦争や7年戦争でもこの村は被害を受けた。 ローネの福音主義教会は1313 13年に初めて記録されており、その後教区に編入された雑ンドルフのために礼拝堂、墓地、学校を建設した。ローネはこの頃に改革派に転向した。初代の福音主義説教師はアントニウススメデスであったことがわかっている。彼は再先礼拝の思考が疑われたため、ゾウストの議会と争いになり、 両方から追放された。カール・五世がシュマル・カルデン同盟に勝利した後、この村ではカトリックが再び多数派となった。ただし教会は1562年から1624年に火災で完全に破壊されるまで福音主義の所有であり続けた。旧ローネ村にはロールブロックス集落があった。1969年7月1日に、 バート・ザッセンドルフは、それまで独立していたベッティングハウゼン、ボイジングセン、エルフセン、エンケセン・イムクライ、ヘッペン、ヘリングセン、ローネ、ノイエンゲセケ、オップミューンデン、オスティングハウゼン、ベスラルンの11町村と合併し、拡大した。バート・ザッセンドルフの議会は、2014年の議会、選挙以後、30議席で構成されている。この町の町長は、 マルテタールホフである。図柄下部は銀字で、葉を下に向けた赤い鍵が描かれている。上部は緑地で、先を左、葉を下に向けた金の大釜の切っ先の下に、6つの突起がある金の星が描かれている。町の学校、文化、スポーツ委員会の主導で、住民と協議して、上記の紋章が制作された。 バート・ザ・センドルフの福音主義教区協会ボランティアの文化協会 EV は毎年オールディーナイトとクリスマスマーケットを組織している。バート・ザ・センドルフ会議、会合センター GMBH は会議、会合センター、豊富ハウレの文化倉庫、ゲストの家のツーリストインフォメーション、街のマーケティング、文化イベント、ベストファーレンシオの世界プロジェクトに携わっている。 この団体の運営は、バーとセンドルーフ町と遠業組合である。博物館、ベストファーレンシオの世界体験博物館は2015年の初めにオープンした。観光、交通ビューロ EV は、バーとセンドルーフで観光に取り組んでいる。この公益団体は、観光業、ホテル、レストランの情報を収集、発信し、ゾースト郡内ヘルベクの自転車道や遊歩道の 整備を行っている。保護文化財に指定されている福音主義教区協会はこの町の景観を決定づける建物である。ノイゲー世間の福音主義協会や雑船ドルーフ邸も見どころである。バート雑船ドルーフ体操競技クラブは1920年に設立され、1600人以上の会員を要するバート雑船ドルーフ町最大のスポーツクラブである。 トゥースの会員は、バドミントン、バスケットボール、水泳、テニス、卓球、体操競技、バレーボールの7つの競技を行っている。BV、バート・ザ・ッセンドルフは、地元のサッカークラブである。1926年に設立された、このクラブは、多くのジュニアチームと2つのシニアクラブが活動している。第1シニアチームは、2007、8年シーズンから、 別イルクスリーが二属している。このクラブのスポーツ施設は FC シャルケレイオンのプロチームやザスカゾフィアのトレーニング施設として利用されている。この他に毎年アマチュアチームの大会ザウアーラントイコールカップが開催されている。2016年現在 RW エアフルトと契約しているプロ選手のセバスティアンティラワはボルシアドルトムントに移籍する前の DU ゲントまで このクラブに所属していた。商店街、ビスマルク通りとカイザー通りがある町の中心部は、住民にとっても、訪問客にとっても重要なバーと雑ンドルーフの原点である。深い歴史的ルーツを持つ当氏場としてのバーと雑ンドルーフのプロファイルは、町の中心部にも表されている。中心部は、ショッピング、サービス業、住居、文化、レジャーの中心として、 大きな魅力を持ち、宿泊に適している。バート・ザッセンドルーフには、子供専門病院、バイオメカニクス研究所、浴場とサウナ施設を有するゾーレイコールテルメ、診断、治療センター、眼科学リウマチ学重点テーマを持つ5つの、病院がある。近隣の都市には、以下のものがある。バート・ザッセンドルーフ駅アウトバーン A44、A33、A2、 A1 号線にはすぐにアクセス可能である。また、RB89、エムスベルデ鉄道、ミュンスター、バールブルク線により公共交通機関のアクセスも良好である。このローカル鉄道は月曜から金曜まで30分間隔で運行している。最寄りの IC 及びアイスの停車駅はゾーストとリップシュタット、あるいはハムやミュンスターである。パーダーボルン、 リップシタット空港やドルトムント空港へも短時間で行くことができる。バート・ザッセンドルーフの南東 2km に,にゾーストバート・ザッセンドルーフ飛行場がある。バート・ザッセンドルーフには3校の学校がある。バート・ザッセンドルーフ INY 総合学校、調律ゼルツァー基礎家庭学校、患者のためのシューレアンデアローゼナウシューレである。シューレアンデアローゼナウは1994年に、 設立された。生徒数は80から90人で、教員数は20人である。この学校は、バートザシセンドルーフのところに化け専門病院のための学校である。ありがとうございます。